11月11日、松山市みゆき一丁目の護国神社で、天皇陛下御即位記念、杉本英吉氏ライブペイントが開かれました。杉本英吉さんは、松山市出身の墨絵アーティストで、スピード感のあるタッチで描かれる独特の墨作品が話題を呼び、国内はもとより、海外でも数多く活躍されています。この日は天皇陛下のご即位を記念し、墨絵護国神社とともに松山にゆかりのある秋山義古と正岡子規が描かれました。厳かな雰囲気の中、一瞬一瞬力強く筆を進める姿に訪れた人々は目を奪われていました。ご即位されて、パレードもちょうど昨日で、その次の日の今日かけるということで、いろんな思いがあって、あ、平成から令和になったんだなという実感と、割と年が割と近い方が天皇陛下になられたという、なんかこう親近感もあって、何かこうやっぱ記念になることができたらいいなと思っているところに、この護国神社のお話いただいたので、ちょっと士気が高まりましたし、その身が引き締まりました、はい。割とライブペイントするときは、その本番に向けて、そのアスリートと同じように何回もその練習をするわけですよ。その1枚の絵を描くために、この1枚は1枚しかないんですが、この1枚のために何回もこう練習して、その体で覚えさせて、もう頭を空っぽにしても描けるように、手が動くようにしてる。それって割とアスリート その一瞬のためにこうな、長い練習、体で覚えさせるみたいなのと似てるなと思うんですよ。ただ手法が走るか絵を描くかの違いだけで、だからそういうのが好きなのかなと自分で思ってますね。で、その瞬間を見てもらうのも好きですし、ただ違うのはやっぱりこう残るじゃないですか、ライブペイントっていうの絵が。本当はね、残したくないんですよ。やっぱり一過性のもので、20分で描いたものなんで、荒削りなところが、でも人によるとその荒いところがまた近くで見るといいんですよって言われて、残したりとか飾っていただいたりすることがよくあるようになりました、はい。初めて見せていただいたんですけれど、もうとっても即座にさーっと動きのある絵を描かれて、とても面白かったです。良かったです。今回の作品は、みゆき殿1階の記念資料室に展示されるとのことです。